はい、パート6始めていきましょう。ねえ、一応全部のキャラ出しましたけども、なんとも言えんね。なんとも言えないね。まあまあ、前向きは早い。いいや。どんどんささっと続けていこう。実はね、パート5からも続けて撮っております。とにかくね、早く進めたい。やりたくて仕方ないという感じだね、浜神はね。やりたくて仕方ない。どんどん進めていきたい。ただ、あと難しいな。なんか、これでいいのかみたいな感じになっちゃってるね。なんかエロゲーとかだったらさ、ヘクシーよし吸い込むな。ここのところめっきり寒くなって気がするよ。とはいえこれから真冬に向けてまだまだ寒くなっていくんだよなと。まあね、12月とかまだまだふん中には元気な声の人もいるんだな。例えばあそこのということなんです。おなるほどね、なるほどね。それで今日の練習なんですが、どういうメニューがいいでしょうか。そうね、そうね、変わった取り合わせなんだな。変わってもないから実は黒髪の人が多いからいいよな、甘髪では、ね、そうしてみます。まあ俺すごいいい方が好きなんだけど、大変だとは思うけど、いい結果につながると思うわよ。みんな黒髪の中にちょっと茶髪の人がいると、はい、ありがとうございます。すごくその茶髪の人が気になるって感じでいいけど、できることなら他の人はみんな黒で期待してるわよ。なんかそのわがままなんだけどな。わがままってのは分かっちゃいるんだけど、黒が多分ね、みんなが茶髪だったら黒髪がいいなってなるんだよ。でみんな黒髪だったら茶髪もいいなってなる。だから甘髪だったらみんなは黒っぽいけど、リホコだけちょっと茶色っぽいから、リホコにの髪の色はなんとなく許容できてしまうというか、いいなってなっちゃうっていうか、まあ別に髪の色なのか何でもいいんだけどな。ほんとどこな、そんなにはあれなんだけどね。ただそのギャルゲーにありがちなね、奇抜な髪の色っていうのがないのはいいなと思いますね。甘髪のね、いいポイント、評価ポイント高い。さあやっていこう。4日目ですね。4日目、木曜日。そろそろこの手のギャルゲーだとなんか爆発しそうだ。これ爆発っていうか強制イベントになるってことなのかな。3つもあるぞ、3つも。洗濯可能、洗濯できない。これ押したいんだけどな。なんかただまあこの時間はあやつじさんがあるので、あやつじさんに言っておきましょう。これってあの海洋イベントってやつで、なんかそのなんだろう、六角形みたいな、六方細密構造みたいなやつ。六角形。あら、はい、おお、うん、それならよかったわ。あの話が続いとる。俺よって、そんな気を使わなくてもいいのに。チロルチョコとかでいいんじゃないか。チロルチョコとかで、じゃあ少し話し相手になってもらおうかな。そんなんでいいのか。うん、十分よ。いいやつだな、この顔好き。そっか、お安いご用よ。話と言ったら俺よ。すごいね。なんかここのところに色が指定されてて、ここに合うのが行くとなんかこういい感じになるっていう、いい感じっていう、そのコミュニケーション成立してるみたいなことになるらしいですけどね。ノーヒントだね。とりあえず勉強なしは行くでしょう。よし。受験勉強できました。高校の受験勉強とかも、まあ、うんうん、しっちゃしたけど、ね。ほら、私は推薦で合格できたから。推薦は甘いだろう。まあまあ優秀だからこその推薦か。はいとかミディアムとかある。もう一丁勉強行きたいけどな。世間話してみるか。お冬になると朝起きが辛いよねって。朝起きるのが辛い。私は案外平気よ。なんかめっちゃ可愛い格好してる。もう早起きが習慣になっちゃってて、目覚ましよりも早く目が覚めるの。もうなんかグイグイ来てるな、話が。話にハイになった。今の覚えてた方がいいのか、この色。運動してみるかな。
運動。やってしまいましたな。そうなん。ターン4のこれってことなのかな。ちょっとこれもう一回勉強打ってみるか。よし。難しいぞ。普段どのくらい勉強してる？それって授業を含めて？まあ、いや授業は含めねえよ。それなら3、4時間かな。授業含めてそれ普通じゃね？なんとなく習慣になっちゃってるのよ。授業以外でじゃなくて授業の復習よくも悪くもね。宿題とかも。ええ、趣味に使える時間が限られるの。あやちさんの趣味気になるね。趣味が気になります。ちょっと趣味を教えてほしいです。お、なんかキラキラ光っとるのがあるよ。ただ趣味が教えてほしい。趣味ってないな。娯楽か。朝からやり直した方がいいんじゃないかなこれ。一個も5打数3安打。猛打賞だ。一応打率6割で乗ったけど、ちょっとねこの業界では6割ちょっとあんまり打率が高いって。本当はもう少しあなたとお話できたらいいんだけど。5打数3安打長打が1本。そうね。それちょっと選ぶの失敗したかな。どれを選べばいいのかとかあるのかな。どれが正解とかあの辺とかもう無理なんですけど。選んでいいですか。あーガタガタちょっとその空気か。この辺空いてる。ダメだな。会話イベントなんて何か進展するということもあるまい。多分この会話ってやつはいつでも選択できるはずだからきっとね。こっち行こう。肩凝ったな。ちょっと外の空気。あ、選べんかった。これか。ちょっとずっと気になってたんでこれやってみましょう。うわ、寒い。この時期の手洗い、なんで手洗いしなくちゃいけないんだ。手洗いうがいを大切。ひゃー。いやー。かわいい。びっくりした。あなたの手すっごく冷たいよ。嵐の手ってなんかもう嵐の手を、いきなりほっぺに手をつけられたら誰でもびっくりするって。嵐の手から嵐の魔の手から。それにしてもあなたの手冷たいよね。嵐の手はな、もうそれはもうその心を蝕みに来る。すごいよ、ギネス級だよ。ギネス級の手の冷たさが高い。それってひょっとして冷え性じゃねえ。たまたま手洗ったから手冷えたった。もし冷え性だったらニンニク食べたりごぼう食べたりするといいらしいよ。あと生姜な。ごぼうはいいのか。ふくらはぎをマッサージとかね。それはいいね。なんか足のあたりの血管がどう。お母さんが冷え性なんだ。やきくやしいね。詳しいな。理科。梨が、うん、梨が。だからうちの夏は冷房禁止で暑くて大変なんだよ。冷房の人って冷房じゃねえわ。汗びしょびしょでシャツなんかぴったりくっついちゃって夏は嫌いだ。かわいい、かわいいぞ。めちゃめちゃかわいいぞ。えってことは、おお、すげえこいつ。こんなイマジネーションロックオン。あれ？イマジネーションロックオン。だから私はどちらかというと夏よりも冬の方が好きって感じなんだ。そうだな、俺どっちかっていうと冬のが好きかな。冬あんまりいいことないんだけどな。夏のこと。春かな。冬かな。めちゃくちゃ可愛い。そうなんだよ、夏はスイカもあるしかき氷もあるんだよな。あ、祭りとか花火とかもあるぞ。まあ夏もいいかな。もうね、
詐欺師にすぐ騙されそう。断然冬が好き。泳ぐのダメ。泳ぐダメなんだ。なんだ、泳ぐの苦手かよ。そうなんだよ。だから未だに水泳の授業は補習受けてるの。はあ、教えるわけにもいかんよな。近日東っていう意味か。なんかもうすごい東感が出てるな。だって初めて高校の名前にした日々のだと。だと、まあ、池から一番近いかな。うん、まあ兄ね、今のはあれだろ、主人公と一緒に高校に行きたかったんだろ。寒い。そういうあれなんだろ。陽子と付き合いはいいのにな。うん、んな可愛いの。そうしよっか。じゃあどっちが怒るかじゃんけんで勝負。おグーだ、グー出せ。あ、じゃんけんしねえのか。強くなったな。ほっほっほ、悪いね。強くなったな。いいな、マリオカ。まずい、まずいのかな。リオコルートに行ってないか。大丈夫か。変な体勢でゲームを苦手かのかどうのこうの。そこのぼーっとしてるやつ。はい、ぼーっとはしてないよ。確か、はい、どちら様。ロベリアみたいだ。桜大戦3の桜井里穂子。あれ、なでしこの泉みたい。シャラップシャラップシャッイットアップ。男のくせに細かいことをブチブチと。確かに、うるさいやつめ。確かに、男はもういいから。付き合うのか無言で、付き合わないのか。さあどっち。付き合わせていただきます。お断りします。あの2ちゃんの A みたいにスーってやつ。 お断りします。スーっと。うん、じゃあ誰だか分かればいいのか。フラグこうへしょって言ってるけど大丈夫かな。私は作動部部長ゆずきるりこ。選んだらなんかちょっとあのひよこの方のルートに行っちゃうっていうの知ってるから、あえてこっち選んでますけど。ひばまなか。名前おかしくないか。まさに副部長。こんな難しい名前とそんなにいるか。まなかはまあまなかとしても。あ、それで素性は分かったよな。でもリホッチを助けると思って手伝いな。リホッチキス。待てよ、一応の引き継ぎ終わってるはずだから同級生か。でも2年の教室で見かけた覚えもないしな。2年。何ぼーっとしたの。クラスは3の A だよ。あれ3年生。うん、ああ、この時期だと普通は部長を引き継いでるもんね。うん、いろいろ事情があんのよ。はあ。で、話が横道にそれちゃったけど、うん、うん、ちょっとこれ運ぶの手伝って。何を。まだ小さい。何？はんぺんか何かに見える？乗ってる。こたつの天板だけじゃなかったけど、下のあれも案外重たいんだよね、それ。もう疲れ。作動部室までだからさ。頼むよ。結局あれ断ったのにさ。私たちは結局断ったのにこの話行くんだね。強制みたいな。反強制やん。あー悪い、そこに置いてくれ。そうよっと。いい作動部だな。ご苦労さん。いい作動部の部屋をもらってる。おつー R1 を置きゃ、ちょっとわかるよな。ここで靴脱いで、ここであの食器とか洗って、食茶器だな。ここに1、2、1、何畳なんだろう。ボタンポチポチ押してる。ま、お茶でも出すからさ、ちょっと待っててくれ。お、お茶を立ててくれる。麦茶に作法なんかあるのか。まあね、初耳だ。麦茶って何がいいんだろうね。さすがに昼休みからお茶を立てたりはしないよ。まあこの後の世界史の授業に出るくらいならお茶してたいってのはあるけどね。世界史つらかったな。結局受験で使わんかったしな。そうだよ、なんで初対面。リホッチがあんたの話ばかりするのよ。そうか。耳にタコ。どんだけ名前聞かされてるの。あの子が入部して1年ちょっと、
あんたの話を聞かない日の方が少ないね。愛されてるな、主人公は。リホコに。あれだけ聞かされてれば。あ、こいつがリホッチの言ってたやつかーって。すぐに分かっちゃうよ。女子の方に行こうなどと。ありえんな。すごいな。どうした、どうした、立派な武士だよ。何、何て書いてあるの、どこが、何て書いてあるんだろう。空足是式って書いてあるようには見えんな。まさか盗んできたんですか。ちょっとフラグをへし折っていこう。よく行きたいけど、我々は一部階級のみが快適な環境を得ていることについて警鐘を鳴らすべく、正義の名のもとに行動しているのだ。まさに義賊。義賊。冗談だよ。体育教官室から古いこたつをもらってきたんだ。代わりの品も置いてきた。代わりの品。トレードってやつだな。トレードな。太田と、太田と、あれ、太田はトレードだったっけ。適材適所。太田と吉川がトレードされたね、まあ、ここは冬になるとやたら寒いんだよ。 MVP だったかな、まったく。 MVP だったかな。いや、はい、サウナショーかな。麦茶取ったけどね、まあ、近年の活躍ぶりを考えたら、またちなみに冷蔵庫は前線代の戦利品だよ。まあ太田の方が期待できる。まあ、余談、余談会の代わりは、それにしても、まあ、初対面の人間の頼みを聞くだなんて、思うけども、あんたも人がいいね。まあ、岡あたりがね、一年通して疲れるとは思えんから。まあ、リホッチの人の良さも大概なもんだけどね。まあ、ウォーター獲得はまあきっと間違いじゃないな、取れるといえば、大丈夫。いろいろポカはやるけど、愛嬌があるから、なんか許せちゃうんだよな。愛嬌ってピッチャーいたな、昔な。近鉄かな。うん、なんか左だっけ、右だっけ、サイドハンド気味の投げ方で、うん、なんか連続勝ち試合登板負けつか、負けつかずみたいな。明日の昼休み集合だったか、明後日だったか、秋あたりはちょっといまいち分かった。なんで作動物質に区別つかんけど、嵐が湧いてます。噂をすればなんとやらだな。とりあえず落ち着きなって、落ち着きなって、冷静さが大事。この服で3もねえ。とりあえず集合は今日だったけど、人手は足りたから大丈夫だ。ひで問題、はあ、役立たず。あ、あなたが手伝ってくれたの。嵐が手伝ってなんか、なあ、嵐が何、炎上のお手伝い。ありがとう先輩、この人迷惑かけませんでした。嵐ったら迷惑かけるもんだからな。似た者同士。大丈夫、あんたよりは役に立ったよ。役立たずか。え、そうですか。戦利品バッチリ。すっごい、おこただ先輩、入ってみてもいいですか。ここに置くの別にいいけど。やった、あ、授業始まったぞ。時間切れ、タイムアップ。はい、残念賞、続きは部活でね。そん、まあ、でもこたつ、あ、私も一緒に戻ります。おう、お疲れさん。ほな、また。また。あー、ちょっと待った。え、何、今日は助かったよ。よかったらまた遊びに来な。あー、そや、主人公遅刻。じゃ、そういうことで。嵐くんはあれかい、お疲れ様でした。入んなくていいのかい。高校ぐらいだと別に。だって、また遊びに来てよね。かわいいな、話しやすいな。怒られちゃうよ。私服が見て。キャベツ、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 キャベツだ。あ、こういうのが強制になるのか。うわー、また強制。怖いね、強制イベントはね。ラーメンかな。あ、そうか、まだこのあれか、全員出してないんだ。あのこのおっぱいの大きい後輩ちゃんはまだ出してなかった。
まだそのなんだっけ、あの保健室に行ったはいいものの、いいもののスルーしちゃったんだな、そういや。時間がまずい。もう20分過ぎとる。どうしたらいいんだ。よし、ここで一旦切ろう。半端だけど、ここで一旦切らせていただきますよ。半端だけどね、次がね、この正体不明のね、おっぱいちゃんって言ってますけどね、その後輩ちゃんが出てくるのでね、こうご期待ということで、一旦終了。パート6ここまでということでね、ビシッと次からパートナーでやっていくんで、まあ暖かくして寝ろよっつうごっす。ほらまた。